さよならミニスカート、星に。スーパーセンターアイドルである主人公のメスはある時傷害事件によってこじらせたクズオスにナイフで腕を切られてしまう。それがトラウマになってしまい高校では断層して高校生活を送る。そこに自分の妹者が教師に性犯罪されていることに憤ったメス絶対守るマンのイケメソと高校生のオスとのラブストーリー。全体的にシナリオの盛り方とか対比の作り方とかストーカーまだ捕まってなかったのかよ。警察無能すぎだろって部分がよくできてる。まあおまんじゅうたちからしたらアイドル飽和時代に握手会するという低価格戦略を始めてそのアイドルグループが売り上げ全部かっさらったら他の競合他社も追従するよねってことになるから全体的にアイドルの価値が下がるし、リスクも上がる。モンペみたいなやべえクレーマーがいるとするじゃん。そういう交通事故に合わない方法って移動手段だったらタクシー使うとかファーストクラス、グリーン車を使うとか、高級ホテルで食事をするとか札束を使うとゼロにはならないけどかなり人的交通事故に遭う確率を減らせるよ。統計的にクレーマーって低所得層が多いから、低所得層が集まりにくい環境を選ぶと交通事故に遭う確率をガクッと減らせるので。あとは、みんなわかっているからサービス産業に就労したがらないんだけどサービス産業で働かないとかだね。所得は多様だからローコスト戦略を取ると、事故に遭う確率が上がってマーフィーの法則によってどっかで誰かがババを引くことになるからこの主人公は運が悪かった。次にこの漫画ではミニスカートはオスに媚びるために履いているんじゃないってフェミニズム発言が飛び出すんだけど、痴漢で生きる人族にとってはそうなんだろうけど、世の中というは客観で成立しているわけで、自分が陽キャだと思ってても、世間の多数が陰キャだと思われていたら、世間の多数の評価は陰キャになるってこと。これは、自己評価は自己評価で持ってていいけど、最終的に他人に自分の評価を委ねる場面では自己評価なんてのはクソの意味もないってことなのぜ。映画お前はオスに媚び売るためにミニスカート履いているんだろって思ったら A にとってはそうなのぜ。ちなみにオスにレイプされるメスはミニスカート履いているから悪いっていうの?っていうやつだけど、いいとか悪いじゃなくて、自分が草食動物だとしたら飢えた肉食動物の群れの中に自ら入ったりはしない。なぜなら犯罪を犯す人族は狙いやすい獲物を狙うということを知っているってことね。いいとか悪いとかは勝手に決めればいいのぜ。うちらおまんじゅうはリスクの高い装備をしたり振る舞いをしないってことなだけなのぜ。アイドルになるということは相対的にメリットも高まるけどリスクが高まるし、センターになるということはメリットもリスクも高まりますよってことですね。そんな漫画。